ですね、前半は調子よくいってたのかなと思ったんですけど、後半はまあ負けが続いてちょっときつかったですね。僕はゼスト、ホームグラウンドですし、きっちり1個締めてそこからまたスタートになるのかなと思うんで。神木さんですか？普段は気さくなとてもいいビッグダディです。ただリングに上がるとグレート歌舞伎ですね、やっぱり、はい、プロレスラーは本当に強いと僕は思うので、来るべくしてきたタイミングだと思ってます。まさに時は来た。